ケオクク軍はアメリカ合衆国アヨワ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万511人であり、2000年の1万1400人から7.8%減少した。軍庁所在地はシガーニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。総区属州庁、ケオククバイ、ジョージ・カトリンが ケオクク軍は1837年に設立され、軍名は白人開拓者との和平を提唱した総区族州長、ケオククにちなんで名付けられた。1843年5月、土地を開拓者に解放し、1844年には自治を始めた。それ以前はワシントン軍が管理していた。軍庁所在地を置く場所について数年間の議論が続いた後、 1856年にシガーニーの町に決まった。ケオクク軍は軍祭が2つあるという特徴がある。ケオクク軍祭はワットチアで開催され、その後すぐにケオクク軍エクスポがシガーニーで開催されている。シガーニー市にあるケオクク軍庁舎は1911年に建設され、1981年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は579.94平方マイルであり、このうち陸地579.19平方マイル、水域は0.75平方マイルで、水域率は0.13%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである、ありがとうございます。